皆さんは、サイトなどに掲載されている口コミを利用したことがあるだろうか。行きたい場所、欲しいもの、就職先など、他人の評価を参考にすることも多いだろう。今回は、お店の口コミに焦点を当てたスレを紹介しよう。まずは、みんな大好きな海鮮丼の話題だ。ほう、星 1.3 の海鮮丼、さらされる。評価 1.3 の飲み屋の海鮮丼。茶碗一杯の白ご飯の上に、甘エビ3尾と刺身が2切れ乗っている。これで海鮮丼を名乗るのは、なかなか勇気がある。悲しいなぁ。マジで舐めてて草。これが現実。150円くらいかな。上に乗ってるバジルみたいなのなんやねん。時間が経って水分の飛んだ刺身をカルパッチョ風にしてごまかしてるんやろ。提案、なんぼなん。これは星 1.3。1.3 もおこがましい。草生えた。残飯丼の間違いだろ。いくらなんかわからん。うまそう。ここまで低いと逆に人入るよな。猫のご飯かと思った。なぜかバジルソース漬けで草。300円ぐらいなら許せる。値段次第やろ。締めにご飯物入れたいって300円とかなら問題なくね。居酒屋価格で500円でも、次は頼まんけどまあって感じや。米が超うまいわけでもないなら厳しいな。わんこそばかな。ええやん、250円くらいやろ。茶碗小さくしてミニ海鮮丼にしとけばまだマシやったな。海鮮丼に対する冒涜やろ。メニュー画像も見てみたい。確かに、他も見てみたい。だが元スレにもメニュー画像は見つけられなかった。居酒屋で海鮮丼なんて求めんな。刺身オンザライステーキ。スシローでももうちょっとあるやろ。剣も飯かと思った。間違ってはない。北、星一つ、と。300円くらいなら別に。カルパッチョのタレかけてんのか。値段も教えてくれないと妥当かでうか判断できんやん。安くてもこんなのだと知ってたら恥ずかしくて注文できんな。これなら締めのお茶漬けにしてほしい。確かに、ここにお茶をかけたらちょっと美味しそうな気がする。というか酒の締めなんやからこのくらいでいいやろ。締めでがっつり海鮮丼出てきたら食えねえし。安くてもしょぼくて文句言われてそう。これで800円とか取るならそうだけど、ご飯200円刺身200円の400円くらいなら別にええやろ。200円でもやだ。他のメニューが気になるわ。量が少ないとかは置いといてもすげえまずそう。で、いくらだよ。いくらどう見ても入ってないんですが。おじさん。これ草、ほんま草。逆に星一つ以上評価したやつなんやねん。150円ならええわ。300までならええやろ。300円未満ならむしろ喜んで食うわ。店主はがっかりしてる客の顔見て酒飲んでそう。トッピングできんの。剣も飯やん。足りる？集まれ集まれ。値段次第。飲みほコースにしてもひどいね。うまそうではある。海苔かネギでも敷いてご飯つけないようにしたら、少しはマシに見えるのに。結局、この海鮮丼の値段はわからなかった。300円前後なら、という声が多かったが、皆さんならいくらでこのメニューを頼むだろうか？さて次は、コーヒー屋のレビューを紹介しよう。何やら店主が口コミに返信しているようだ。ほう、コーヒー屋店主、レビューに対してお気持ち表明。多分お前らが想像する 1.5 倍は表明。まずは星を3つつけた利用者からの口コミだ。須賀川市のコーヒー屋さん、情報誌スカットなどでよくランチを見かけたので伺いました。入り口には、ドリンクはコーヒーしかないと書かれていたので入るのを躊躇しましたが、たまたま外にいた店員さんにいらっしゃいませと言われたのでとりあえず入ることに、入りましたが、席の案内はされず戸惑いました。やはりランチ単品はなく必ずコーヒーはついてくるようでした。コーヒーは砂糖もミルクもついていただけないようでブラックでした。こちらの確認不足でしたが、後でインスタを見たら、コーヒーに全く興味がない方は心よりお断りと書いてあることに気づきました。この口コミに対するオーナーの返事がある。オーナーの熱い思いのこもった返信は、とても長い。本文は元スレを参照してほしい。要約すると、この店はコーヒー豆専門店、コーヒー専門店である。カフェではない。ランチやデザートはあくまでもコーヒーの脇役だ。素材を大切にしたい、という思いから、ミルクや砂糖はつけていない。ということのようだ。なっか。さすがにミルクと砂糖くらいはないときついやろ。コーヒーの本場では砂糖がうんぬん。まあ個人の店なんやし自流にやればええ。逆に言うと砂糖やミルクを入れてもうまい、みたいなコーヒーは作れないわけやね。そんなコーヒーないぞ。なんでラーメン屋とかコーヒーあって面倒くさいやつが多いの？毎日やってると味がわからなくなるんや。だから迷子になる。簡単でそれなりの味になるから。分母がでかいだけ。庶民の客が手を出せる範囲内にあるのがその二つってだけじゃない。表にそういう話あんまり出てこないだけで高級な店とかもっと謎なこだわりあったりするわけやし、コース料理の流れとかそんなこと普通考える、みたいなことまで考えてたり。ワイはミルクないとコーヒー飲まないわ、尿路結石になりたくないし。個人でやってるコーヒー屋なんて絶対に行かない。長いけど中身ねえな、例え話もしつこいし。コーヒー専門の店であることを強調したいオーナー。例え話は4回出てくる。
長すぎるやろ、どこが 1.5 倍やねん。こだわるのは良いけどこんなスタンスなら潰れるやろなぁとしか思わん。これ半分ラーメン二郎やろ。コーヒーのブラックなんかキンキンに冷やしてガブ飲みするぐらいでいいんだよ。ええやん、行ってみたい。一秒でも冷静になれんかったのかこの人。横須賀かと思ったら深川だった。本来美味しいと感じるものが正解なんやけど、味がわからなくなるから先に正解を設定してそれを美味しいものとするんや、こうなると終わり。味覚は人それぞれだ。美味しいと感じるものが正解、というスレミンの言葉は正しいと感じる。よくこんなに長ったらしく書けるな。当店の主役はコーヒーですとでも書けば済む話やん。少し砂糖を入れるだけで酸味が抑えられて線入りのフレーバーをよりよく楽しめることもあるのに。想像の3倍はあったわ。菓子とランチ出してんならそれは抗議的にカフェじゃないかい？カフェ、と調べると、コーヒー豆、それを引いて入れたコーヒーの意味。逆にコーヒーを飲ませるための店施設、とある。ただ、日本では、カフェといえば飲食のできる喫茶店。インターネットカフェやオープンカフェのような業種の総称として使用されるため、コーヒー専門、というところにプライドを持っているオーナーが、他と一線を画したい気持ちはわかる。こんだけ長くて結局何が言いたいのかわからない。ラーメン屋のおっさんといいなんでこんなことしちゃうかな。ええな、行ってみたいわ。普段店に来る気に入らん客の分までぶつけてないか？店名もコーヒーで看板もコーヒーでインスタ見てわかったわ。さすがに店がかわいそう。深川クラスの地方都市でコーヒー専門店とかやっていけるんかいな。コーヒー豆販売がメインなんかな。これ、マニアックな店は東京とか人の多いところでやらないと。ラーメン屋みたいに切れてるわけでもないから良いんじゃね。評価も割と高いな。こだわってやってんのやから別にええやろ。ミルクや砂糖をつけない理由のところとか反論の余地があるし、まだ甘いな。出すのはブラックだけですけどね。趣味でやってるんやろうし別にええやろ。これ冷静やと思うで、好きを見つけたから自分語りしてるだけや。別にそういうこだわりがある店ってだけやからええやん。客を非難してるわけでもないし。考える前に受け入れろ、店も客も。これレビューが特に問題あること書いてない気がするけど何がスイッチだったんだ。店のことを何一つ理解しないで、勝手に入ってきたくせに低評価するのが気に入らない。まあそりゃ気に入らんというかめちゃくちゃ理不尽な客やな。予約制にしたらいいんじゃね？確かに、理解のない客が来ることは防げるが、オーナーやお客さんの手間を考えると難しそうだ。ここまで言う奴がどんな顔してるのかも含めて興味はあるけど、ブラックオンリーはな、砂糖ミルクぐらい許容しろよ。あったことをただ書いてあるだけのレビューでここまでお気持ち書くんか、特別けなされたわけでもないやん。なんでラーメンにだけさん付けなんだよ。長文書き込むときは一旦読み返すってのほんま大事やわ。読んでるうちに自分の文だとしてもキモくなってくるからな。何事も、一度深呼吸でもして冷静になってみることは大切だ。たまに旅館ホテルで見る低評価への丸素反論と違って、語る隙ができたから長文書いてやった程度の可愛いもんやん。旅館のブチギレ具合すげえよな、と超えたカスタマーハラスメントですね。ご自身の宿泊料金をもう一度確認願いますとか書いてある。コーヒー専門店ってあるからな、うちの知り合いがやってる店は子供入店禁止や。むしろ質の良い牛乳や砂糖を仕入れてる方がすごいコーヒーやって思われへん。1.5 倍どころか Y の想像の5倍くらいを気持ち表明しとるがな。他にも星1つけてるレビューあるのにこの客にだけブチギレてた。何がそんなにイラついたんやろ。客が勘違いで入ってきて思ってたのと違ったから微妙な星にしとこってレビューだったからじゃね。マシンガンコーヒー店やめろ。そもそもの問題、入るの躊躇した時点で外にいる店員に、ここコーヒーしか出ないってまとか聞けばよかったんじゃね。とりあえず入んなよ。店主もビジネスとしてのお店ではなく、ホビーとしてのお店でやってんやろ。サイト見たらちゃんと甘い系のコーヒー売ってるやん。病院のレビューが一番当てにならん。基本病院にレビューなんて不満あるやつしか書かないんじゃね。病院なんかまた来たいと思わんし他の人に勧めたいとか思わんから満足してもレビューわざわざ書かん。精神科のレビューとかほんま面白い。これ見て引き返さん方が悪いやろ。スレミンが貼ってくれたのは、この店舗の入り口の写真だ。目立つ文字で、コーヒーに興味がない方の入店はお断りである旨が記されている。さ、確かにこれ貼ってあってあのレビューされたらちょっとイラッとは来るかもしれん。注意書きもやけどこの中見えないドアだと、なかなか入りにくいわね。こんなんコーヒー好きでも入りにくいわ。よくあのレビュー書いたな。レビュー見たらオープン前から客が並んでるような人気店なんやな。書き込みボタンを押す前に冷静になれる瞬間なかったんか、どんだけの熱量で書いとるんや。オーナーはこだわりの店を守るため、様々な方法で頑張っている。ルールを無視した無粋な利用者の口コミで、頭に血が上ってしまったのかもしれない。熱い思いが溢れたオーナーは他にもいる。次は、人気パティシエがオーナーのケーキ屋さんだ。人気パティシエ、貧乏人と貧乏舌は二度と来るな。
これ普通に正論だよな。味も価値もわからない奴らのせいで店の評判落とされるのダメだろ。ちょっと言わせてください。最近ケーキ屋は原材料が高騰して日々試行錯誤しています。いつも口コミなどで価格が高い、驚いた、など見かけます。味も一度食べればもういい、など、正直に言います。今の価格でも安いぐらいだと思ってもらいたいのが本音です。モンブランの和栗などは1キロ5000円ほどするものもあり、中国産の安いものだと1500円くらいでもあります。大手はどうか知りませんが、個人のパティスリーは良いものを安く提供しようと努力していて、質の高いものを提供しています。味の感じ方は個人差があり、みんなが美味しいと感じるものを作るのは難しいと思います。中国産の安いものを美味しいと感じる人もいれば、和栗のような香りが繊細で味わい深いものを美味しいと感じる方もいる。逆に味が繊細なので味がしないなどという方もいる。極力香料なども使用しないで素材の味を生かすと、香料に比べよりナチュラルな味になり、感じ方はより繊細になるかもしれません。お店には安い量販店から、パティシエが毎日手作りで少量を作る手間と、材料費がかかった量販店よりは高価なお店、また、一流パティシエと言われる超高級店があると思います。値段が高いと文句を言う前にお店を選んだ方がいいのではないでしょうか。高いと言っても個人のパティスリーも量販店より倍以上も高いわけではありません。どの種類のお店でも同じかと思いますが、安くて美味しいものはたくさんあります。逆に高くても美味しくないものもたくさんなります。自分の舌に合った味で、自分の価値観に合うお店を選べばいいのではないでしょうか。じゃあ値上げすればいい。貧乏人は物理的に来れなくなるぞ。高いケーキだから味が濃くて美味しいに違いない。奮発して一回だけ買うぞ。って貧乏人が来て怒り散らかすぞ。ブランディング含めての商売だし、そんな口コミはいてても高級路線で立ち回ってる店だってあるだろうに。思ったより長文なことに驚いている。いやだからその書き込みを見て高いと思う奴は来なくなるんだから、その書き込みあった方がいいやん。本来の客が来なくなるんだが、うまいなら来るよ。でも店の商品買って食べた感想が高い、もう食べないなら、そいつにとっての感想はそれ以上でもそれ以下でもないしな。そういうこと言う奴は最初から来るなっていうのは、結構な暴論。むしろ高いって思う奴は来なくなるんだからありがたいはずやな。まあでもめちゃこん高いケーキあるもんな。一応これ言ってる人のケーキはそんなバカみたいに高いわけじゃないぞ。うちは丸々の栗を使ってどこどこの牛乳と小麦を使って何年修行したパティシエが作ってます。だから素材本来の味を、みたいなポエムを店に貼るラーメン屋方式にすれば解決？この人の言ってることは正しいが、ツイッターなんかで言うとバカの嫌がらせが増えるから黙ってる方が賢かった。言ってもいいけど頭働く人間の大半は知ってること、言ったことで起きることは貧乏人のバカが寄りつかなくなるか過激派が騒ぐかだ、言わない方が得じゃね、貧乏人の不満をしかとしてた方が稼げるやろ。スレミンの言うことはよくわかる。多分、このケーキ屋のオーナーもわかっていただろう。言われすぎて、我慢の限界が来たのかもしれない。上に合わせるか下に合わせるかという問題は難しい問題だ。ケーキなのがまためんどい。上に合わせたのに1年に1回だからって貧乏人が無理して、あんなに高いお金払ったのに美味しくない、みたいに騒ぐぞ。ツイッターこんな長文投稿できるようになったのか、X になって変わったのか。課金して青バッジ取ると長文にしたり車体や太字入れられるようになった。美味しかったらあそこは美味しいけど高すぎる、って感想になると思うんやけどな、高いのに美味しくない、って意見多いなら、それってもうそういうことなんやないか。好みなんて人それぞれやが、味も一度食べればもういい、ってことが一番頭にきてそうやね。こういうこと書くと客が減りそうと考えてしまうが、実際には自分はこの店の価値が分かってる舌が超えた人間だとアピールしたい層が来るようになる。これよな。貧乏舌の方が高級なものに慣れてないから感激してくれるんでは？貧乏だと味濃いものしか食べられないから年一の勝負でこういう素材の味系買って勝手に騒ぐんだぞ。高い店は雰囲気重視なんにこんなギスいとこ嫌やで。確かに。雰囲気重視なのに貧乏人が来て騒がれるのが迷惑なんやろ。価格に文句があるやつってそもそも客として足切りされてるの理解してないよな。切られたはずの奴らがお金貯めてきて文句言ってでかい声出してるんだぞ。出されたもんに対して値段が高いと思った。この感想を規制する理由ってなんや。普通のことやろ。何がいけない？こういう面倒なこと言う人に来ないでほしいってことなんやろな。価値がわからん人間が高い安いと判定できるわけないのに書くなって話やろ。高い安いも、美味しい美味しくないも、評価するのは自由だ。だが、口コミとして書くときに、店を貶めるような書き方をしていると、気分がいいものではない。行き捨て社長の怪文書思い出した。シャトレーゼが悪いよな、うまくて安いんだもん。シャトレーゼはおやつ屋さんやね、特別な日に食べたくなる味ではないかも、少し高いお店は特別な日に食べたい味であるのは大切かも。
全文読んだらせやなって感じやけど、なんでわざわざこんなお気持ち表明したんや、何回嫌がらせでも食らったん。切り詰めて頑張ってるのに好き勝手書かれていららなんやろ、素直にかわいそうや。一般層向けにしては高い、ほぼジャンクフードに相応不相応ないわ。かき氷なら確かに一度食べたらもうええわってなりかねんわね。みんな思ってるだろうから私が思い切って今したみたいな締めがなければよかった。いやこの締めがなかったらただの頭がおかしい人扱いやったわ。料理人だって人間よ、鬱憤が溜まっていたんやろう。あと、料理人ってめちゃくちゃプライド高いやつ多いからそれもあるんやろ。あれほんま謎やけど、有名なシェフとかパティシエほどマジでびっくりするくらいプライド高い。むしろこんだけ好き勝手言ってくるあたおかがわらわらおる中で鬱憤溜まらない方がおかしい。調べたらショートケーキとモンブラン2つで1000円で買えるやん、値段普通やん。え、むしろ安いまである。これがマジならクッソ安くてくさ、これで高いって文句言われるなら確かに切れそう。コンビニとかせいぜいコージーコーナーを基準に言うてるんやと思う。他人にお菓子を送ったことがない人なんやろう。チェーン店は値上げしても許されるのに。てか材料の高騰ってなんや、小麦か。小麦、卵、乳製品から電気代まで軒並み上がってるやろ。全部、いやマジで全部や。今ケーキ1カットいくらくらいなんだろう。その辺の田舎の有名店でも850円くらい普通にあるから、1000円以上するのかな。貼られた動画を見る限り、店頭に並ぶケーキは620円から890円くらいの価格のようだ。めちゃくちゃ良心的な値段や。良心的やな。思ったより普通の値段だった。やろ、これで高い、一度食べたらいい、味がしない、って言われたら怒り狂うやろ。別に感想は自由じゃね、と思うが、SNS 向いてないやろこの店主。じゃあその感想に対する感想言うのも自由やろ。お祭りの屋台も高くなったよな。昔は食べ物だいたい300円ぐらいだったのに、今はだいたいどれも1000円近い。ただの焼きそばが700円とかするんだよな。するわね。牛串1本600円とかするし、最近屋台の食べ物もあんまり買わなくなったな。一致の出した店のレビュー見てたけど、こんな気狂いと日々対峙してたらそら文句の一つも言いたくなるわな。逆、ケーキを手に持って帰って家に着いたらぐちゃぐちゃになってました。クレーム入れたら謝罪もなし、ケーキ交換したかったですが、崩れたケーキの手直しされただけでした。星1です。店、持ち帰りする前に商品の確認と崩れることへの注意はしてます。しかし申し訳ありませんでした。くさ。うわぁ。これでまだ冷静に長文書くだけなの優しすぎるやろ。レビューを書いた方は、自転車を押して、ケーキを手に持っての移動だったそうだ。それならケーキが崩れても仕方ないように思えるが、店側は謝罪し、ケーキの手直しまでしてくれている。十分すぎる対応に、きっとファンが増えただろう。これもイッチが出した店のレビューやけど確実に自分に都合よく書いてるよな。頑固店主の居酒屋とかならまだしも、ケーキ屋が客からの連絡全無視するわけないだろ。連絡しても全部無視されました。配送日を指定していたのに商品すら配送されない。ケーキを丁寧に作るのは結構ですが、丁寧な接客を学んだ方がいいのではと思いました。こういうのって通話中で電話繋がらなかったのを無視されたとか言ってそうで怖よ。本気で星一つつけてるやつもいるんやなってことは理解できた。怖い。悪い評価しか書いてないレビューのやつとかただ単に性格悪いだけなんやろな思う。フィクションかどうか忘れたけど、普通のレビューしてる人がだんだんレビューが厳しくなってくと思ったら体の方が異常が出てたって話怖かったな。悪評価するのが生きがいみたいになってるレビューアーおるしな。理不尽な言い分はスルーしてしまいたいところだが、それが逆に炎上したりする。店側の気苦労は絶えない。Google マップの評価がやたら低い施設、警察署、病院。あと一つは、歯医者。消費者金融。不動産屋。スーパーも星4見たことないわ。役所。市役所は5件に1個ぐらいすごい理不尽な理由で星1評価してて職員大変やなぁと思うわ。市役所一択やろ。環境もひどいな。財務省とか。ちょっと気になったので、自分の住まいのある役所の口コミを見てみた。星 3.5 とまずまずの評価だったが、良い口コミは少ない。皆さんの管轄の役所はどうだろうか。ちっちゃい会社覗くとよく見かける謎の無言評価本名おじさんは何者。わざわざいいレビューつけに来るやつなんてまずおらんからな。低いとこばっかで高いとこの方が怪しいわ。コンビニ、なお生き残るかはあまり関係ない模様。診療内科。病院は Google マップの評価上げてやる広告業者があって拒否したら嫌がらせ低評価が増える。インチキ広告業者がばっこしてる。ヤクザかよ。そんなもん飲食店でもあるわ。口コミの数自体多いからそこまで目立たんだけで。そんな業者が本当にあるのかはわからないが。お金を払えば高評価の口コミを投稿する業者がある。というのは前々からまことしやかに囁かれている。パチンコ。あと郵便局か、郵便の丸素かは否定できないが個別には叩きたくねえな。トータル星1点台まで下がらなければセーフや。
医療系施設はみんな評価低くてかわいそう。そら病院やら薬局にわざわざレビュー投下する人なんて気違いしかおらんからそうなるわなと。心療内科はガチ。Y の住んでる地域の近隣の心療内科全部評価低くて笑うわ。心療内科の有能な医者は患者に寄り添わないらしいな。漫画の知識やけど。クリニックのアカウント管理してるけど口コミがほんと尻滅裂で頭痛くなるで。大体子育て中の女さんだわ。他で見てもらったら良くなりましたなのでここは星1です。だの年寄りばっかで不快だから星1です。だのほんとひどい。あんまりにも誹謗中傷が過ぎてたり言われのない内容は Google に報告して消してもらってるわ。コロナの途中くらいからやっとまともなフォーラムできてきたが遅すぎるくらいだよな。飲食店も従業員対応にあれこれ言うやつ多すぎてうまい店が廊下利尿だったりするよな。店員の対応そんなに気にならんわいからしたら不思議やわ。 Google マップの廊下でコンビニ決めようってなるか。ジオゲッサーの待機時間に直前の正解地点周りの評価見るの好き。役所とコンビニのただの誹謗中傷でしかないレビュー見るの好き。コンビニの店員愛想悪いとかレビューあっても投稿が数年前だったりするからな。ハロアとか低そう。平等なサービスが求められる施設は廊下が低い。こういうの見たら接客業とか人の前に立つ仕事やりたくなくなる。芸能人とかメンタルお化けだと思う。パン屋って大体廊下いいよな。パンおいしいからね。言うほど警察署の口コミ投稿する機会あるか。警察署は1点台もザラで草生える。よかったと思っても高評価しないよね。デイレビューマンの廊下で気に入るの好き。いろんな場所ではめき散らしてて面白い。病院はむしろ参考になるわ。マルソみたいな病院は実際存在するからな。どんなにマルソな対応されてもこいつが書いたってバレるよなって思って冷静になれるわ。感情のままに書けるやつって面の皮厚いと思う。実際クリニックで投稿盗まれてレスバシかけてる医者おったわ。 Google の評価やたら低い病院に近いから身構えていったら全然いい医者やったわ。病院レビューは本業必須とかなんか制限した方がいいやろあれ。投稿する内容によっては大きな問題に発展してしまうこともある。責任を持って投稿するためにも身分を明かした方が良いという意見だ。レビューに丁寧に返信してる店は低評価レビューしにくいからマルソみたいな店でも割と高め。真面目で返信してるんやなくてそういう技やと思う。逆に返信してなくて高評価な店はまず当たりやね。新しいクリニックとかは桜多い。それに騙されていって低評価してるやつも多い。ほとんど吉丸いのクレーム掲示板になってて店の人かわいそうやわ。というかシンプルに参考にならない。今賃貸物件探してるけど気に入らない住人を晒すコメントがそこそこあって怖い。防除帯のマンション避ければいいよ。一人は気違いがいるから騒音とかトラブルに巻き込まれるリスクも上がる。免許センターは何がそんなに彼らの評価を下げるんかわからん。普通の人は評価レビューせんからな。わい、ローカルガイドレベル8やけど、自分の影響力考えて星3未満のレビューはしない模様。嫌な思いした、Google マップで低評価したろ。って思うか普通、わいにはわからんわ。これマルソ、何税で悪口言ったろ。ってのと変わらん。それなら心当たりあるか。なくてもそういう奴がいるのはわかるやろ。普通やない人が書き込むから低評価になるんやぞ。誹謗中傷する奴にやめろ言うても聞かないのと同じや。癖になってるから。結局値段が高い店ってどの業界でもクレーム少ないよな。値段が安い店が悲惨。民間やと低評価したら開示請求されるやん。公的機関やと低評価しても開示請求されんやん。歯医者は高い廊下のところがほぼないけど、もしあったらそこに密集して予約が取りづらくなって廊下が下がる、地獄ループや。星評価っていつから始まったんやろ。スーパーの中でも OK ストアの廊下の気並み低くて察するわ。店員じゃなくて客層に問題がある。安い店は客層が悪い、と聞いたことがあるが、そういうことなのだろうか。口コミに振り回される店側がかわいそうに思えてしまう。そんな口コミに返信しようか悩む、オーナーの相談にスレミンが乗ったスレがある。Google の基地レビューに対して店から返信ってしてもいいもんなん。耐えた方が良い。地ないままでいかなる評価も返信せず、小さい店のご飯や。スルーする方がええと思う。たまにレスバしてるオーナーおるよな。店主が返信してるとなんかやべえやつなんだな感が出るから絶対しない方がいいと思う。これ、煽り体制なさそう。反応されたら喜ぶのでスルー。結構ブチ切れ返信してる人おるよ。ワインとこ食べログでラーメン店主から口コミ削除してくれってメッセージ来たけど、面白いからしかとした。逆にまともなコメントに返信してあげたら？嵐はスルーというのが、インターネットの常識だ。返信しないことを推奨するスレミンが多い。一体、オーナーはどんな内容の口コミに返信するつもりなのだろうか。内容は完全予約制の店、無言で入店し、予約席に無言で座る、Y がすみません。当店は予約制なのとこちらの席にもう少ししたら他の方が来るので退いてもらえますか。客、メニュー見に来ただけや、と言い、レビューには無言で退けと言われたとかいうわけのわからんレビュー。食っ
ってもないしお金払ってないのにレビュー。やっぱみんなは耐える？冷静にコメントしたらええんちゃう。Y がオーナーなら絶対書くわ。もちろん丁寧にやで。ちなそいつは他のレビューもオール1。Google に削除申請した？してない。今までもあーこれあいつや、とかわかるきちまるいレビューあったけど全部耐えた。ただやし、一応削除申請はしとけ。わかった。オーナーからの問題報告として口コミに関する内容を Google に報告できる。ポリシー違反に該当すると判断されれば、口コミは削除される。料金支払ってもらってのレビューならわかるんやけどな。無視でええやろ、Y は返したことない。飲食だと虚偽の内容で保健所に通報するアホおるから大変よな。Y の店それで臨時の立ち入りあったわ。別に悪ないし返信したらええ、その方が相手も勝手に消すこと多いやろし。悩みどころやな、今までいろんな店舗の店主が返信してて滑稽やなって思ってたけど今回書こうかほんと迷ってる。書いた方が自分の店守れるやろ。スレミンが貼ったのは、とあるラーメン屋の口コミの一部。すべての口コミにオーナーが返信している。その返信は、よく言えばフレンドリー、悪く言えば雑だがちょっと面白い。ここまで行くとおもろいやん、ちょっと照れてるし。熊本の人気店なんだよな。前に私の顔を覚えることもできない記憶力の悪い店主がやってるとか書いてるやつに、こういった横柄なレビューをする方の顔は最初から覚えないようにしていますって返事してるのあったな。これもおるんよな、2回目なのに常連感出すやつ。口コミで店主がクレーマーとレスバしてるの旗から見ると、不快感しかない。お客様がご来店された際無言で勝手に着席されました。予約制の店だとお断りを入れるとメニューを見ているだけだと言いました。再度お断りをして退店された記憶があります。レビューには不愛想に無言で出ろとおっしゃってましたがそのように発言したことはありません。今までいろいろな方のいろいろな評価に返信をしませんでしたが今回ばかりは事実と異なる虚偽の投稿。ご利用していただいてないのに評価をされたので言います。もうちょいちゃんと書くけどこんな感じはやばいか？オッケー。ありがとう。いいと思う、リッチはええやつや思う、それより無言で出ろってなんや。これがほんと意味不明なんよな、どうやって会話せず自分は出されたかわかってない。店主、出ろ、丸か客、こいつ今口開いてなかったぞ。丁重にお断りしたのにこれだからほんと腹立つ。不当評価なら返信するのもありだが、一歩間違うと面倒な店主と思われて敬遠される、まあもろ刃の剣。今回初めて書く理由は今後こういったバカな奴が現れた時の牽制と料金を支払ってもらってなんぼなのに食べるつもりも最初からない奴に書かれたこと、後にも先にもこれが最後。みんなアドバイスありがとう、ちょっといろいろ考えます。店のシステム説明ついでに、ご来店ありがとうございます。恐れ入りますが当店は完全予約制になっておりますので、予約されずに来店されたお客様には、丁重にお断りをさせていただいております。ご予約お待ちしております。みたいな低姿勢な返事してみたら？本日はご来店ありがとうございました。当店は予約制で営業してることもあり、ご予約をいただいていない方がテーブルでメニューをご覧になるだけという行為に関してはお断りさせていただいております。予約者様へお席をご用意しているので何卒ご理解お願いいたします。レビューには無言で説明もなく退店させられたとありますが、私が対応させていただいた際に予約制ということとご予約いただいていないということも確認した上で大変心苦しくはありましたが退店していただきました。次回、ご来店いただけるのであればご予約をお願いいたします。ご来店お待ちしております。ちょっとこれもらっていいか？ワイアホやからこんな文面思いつかんかった助かる。ええけど、そのまま貼り付けたら、オンジェイミンが経営してるお店です。それだけで星1です。星0があるなら0つけたいですってレビューするで。ちょっとアレンジするわ。丁寧に書けば普通の人ならレビューしたやつがお察しのやつなんやなってわかるから、お前が悪いんやろ。って怠慢したくなる気持ちはわかるが抑えるんや。オッケー、忽然とした態度で書く。Y も店やってるけど放っておけ。やっぱマルソみたいなレビュー来る？来たことない奴が書いたりするからな。不安定な女とかおかしい奴おるし、そもそもまともな奴はレビューなどしない。ほんこれよな、わかってるんだけどさ。常連はちゃんとわかっているからお客様を信じろ。毅然とした返信見てるとこっちも応援したくなる、ガンバ。こういう他のお客様がどう思ってるかの意見聞きたかった。冷静に見てくれる人がいるとほんと助かる。悪い口コミは少ない数でも目立ってしまうものだ。だが、世の中の大半の人は冷静に見ているだろう。むしろクレーマーの対応って店の評価を上げるチャンスなんだから、上にも書かれてるけどこっちが悪くない限り毅然とした対応が絶対ええよ。同じように言い返すことはしないつもり、ただ訂正し事実を書いて最後は宣伝しとく。Google レビューしてるやつ自体の評価もできるようになればいいのにな。大体吉丸への他のレビュー見ると星1ばっかで文句ばっかやから見る人が見るとわかるとは思うんやけどな、ただ情報鵜呑みにされるのがたまらん。鵜呑みにするような人は来ない方がええんやないか。まあそれはある、嫌なやつは来るなスタイルなのは確か。
毅然とした態度で書かれるとめんどくせえ店主だなーって思ってまう。一度行って店知ってたら別やけど初見だと余計に。マジレスするとやめといた方が良い。腹立つけど客が完全に害って証明できんとあかん。レビュー見ると普通の感覚の人ならわかりそうやが、なんせ虚偽やから信じる人がいるときついところもある。ちょっと考えるわ。Google に連絡するのはいいかもしれん。食べ物屋より病院や携帯ショップの方が参考になる。接客終わってるショップある。Google レビューなんか見て店決める人なんかいるの、おじいちゃんだけじゃない？ご丁寧に当日の動きを書いてくれる人しかわからんけど、そういったやつは覚えていて、だいたい中年や、42、3、50歳くらいの男。イライラ世代じゃん。相手しないのが一番やが、どうしても書きたいならシステム周知を目的に、否定せず低姿勢で行くのがポイントや、どうせその外客はもう来んやろし。これやな、他の人が文面見本書いてくれたけど丁重にルールを書くとするわ。気に入ったうどん屋が近くにある別のうどん屋のファン自称するやつに比較レビューしながら星位置つけられてるの見て、気色悪い日行きすぎて消せと思った。すまんやで、夕方時にぐちぐちすれ立てて。まともな指摘なら返信してもええと思うが、頭おかしいやつの指摘は相手にしなくてええんちゃう。レビュー履歴で星位置しかつけてないやつとかそういうのは相手にしなくてええやろ。見る人が見たらわかるって感じではある。まずい、金の無駄って書いたことあるんを。こういう評価はワイなんとも思わんのよな。料金支払ってくれた人の評価ってことで。元飲食店やけど、注文を繰り返しただけでクレーム来たぜ。こんなんほんとたまらんかったやろ、察するわ。お客様の声は一度で聞くのが常識らしいで、頑張ってや。6時なるから店出るわ。いろいろ意見くれた人ほんとありがとう。多分書く方向になると思う。ほな、頑張ってくれメンス。軽い気持ちで書く口コミだが、オーナーたちはその対応に追われてしまうことがあるようだ。たまには良い口コミをして、お店の方々をねぎらってみてはどうだろうか。人や店のいいところを見つけ、みんなに教えるのもなかなか楽しい作業かもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは口コミサイトを利用しますか？よかったら教えてください。そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。